宗教改革、宗教改革、宗教化、威嚇とは、16世紀、中世末期のキリスト教世界における、教会体制上の革新運動である。職友上に対するルターの批判が、きっかけとなり、以前から指摘されていた教皇くらいの世俗化、聖職者の堕落などへの信徒の不満と結びついて、ローマカトリック教会から、プロテスタントの分離へと発展した。 ルターによるルター教会、チューリッヒのツビングリやジュネーブのカルバンなど、各都市による改革派教会、ヘンリーパス制によって始まったイギリス国教会などが成立した。また、当時は、その他にアナバプテスと、京メノナイトが現存など、急進派も力を持っていた。人文主義者による聖書研究が進んだために起こった、原始キリスト教精神に変えるルネサンス的運動。 そして掴む立場もある。すなわち、同じルネサンス的運動が、イタリアにおいては、ギリシア・ローマの古典文化への復帰として現れ、ドイツにおいては、聖書への復帰という形で現れたとする考え方である。特に、アルプス以北の諸国において、ルネサンスの一部である人文主義の研究は、宗教上のものと結びつきやすかったとされる。宗教改革の指導者の幾人かはもともと、 人文主義者であったことからも、この両者の結びつきは深いことがわかる。ただし、宗教改革が激化するにつれ、特にルター派の宗教改革と人文主義はたもとを分かつようになっていった。16世紀は近代国家の方がの時代で、それまで各地域からの境界税はバチカンの収益となっていた。近代国家の誕生とともに、各国は経済的な理由から、 自国の富がバチカンに流れることをかとせず、自国内に止めておくことを、むしろ歓迎し、それぞれの地域の教会が、ローマと絶縁することを積極的に後押しした。また、宗教改革の理念が拡大、浸透する上では、グーテンベルクによる印刷技術が大きな役割を果たした。イングランドのウィクリフ、1320年頃から1384年、 やベーメンのフスらの聖書主義者やサボナローラらが行ったローマ教会の批判が宗教改革の先駆的運動ともみなされる。1415年にフスはローマ教会によって処刑されプロテスタント殉教者として知られている。1419年第一次プラハ総外党的事件を契機としてフス戦争1419年から1434年が始まった。 こうした状況の収集を目指して、1414 14年から1418年にかけて、ドイツのコンスタンツで、コンスタンツ公会議が開催され、当時続いていた、教会大分裂、シスマを解消するとともに、ウィクリフト不遂団として、有罪とし、ローマ教会の立て直しを図った。しかし、教会の改革は進まず、結局約一世紀後に、宗教改革が起きることとなった。 1498年にサボナローラは、ローマ教会によって処刑され、プロテスタント殉教者として知られている。近年では、福音主義的、聖書主義的特性から、ワルドーハシソのワルドー、1140年から1218年、も、宗教改革の先駆とも評される。宗教改革の直接の引き金となったのは、1515 15年に、 教皇レオ10世が食油場を発売したことである。この食油場は、サンピエトロ大聖堂建築資金の名目で、ローマ教会の影響下にある地域全体で大々的に発売され、特に新生ローマ帝国支配下のドイツにおいては、ヨハン・テッツェルなどの説教師が、盛んに食油場を販売して回っていた。しかし、本来ダの許しに必要な秘跡の授与や、悔い改ためなしに、 金銭による職有上の購入のみによって償いが行えるという考え方は議論を呼び批判も根強かった。特にこの考え方に批判的だったのがビッテンベルク大学進学教授のマルティン・ルターであった。1517年、ルターはローマ教会に抗議してビッテンベルク市の教会、ビッテンベルクの城内に95カ条の論題を打ち付けた。これが一般に 宗教改革の始まりとされる。この職友情批判は大きな反響を呼んだ。この批判はグーテンベルクの活版印刷術により瞬たたく間に各地に拡大し、ローマ教皇に剣を抱いていた周辺の諸公騎士、市民、農民を巻き込んでドイツ社会に影響を与える。これよりルネサンスと宗教革命が大きく関わっていたことがわかる。 当初ルターに新宗派を創設する意思はなく、あくまでもカトリック教会内部の改革を望んでいたのだが、対立は先鋭化し、1520年には教皇レオ十世はルターが、自説の41箇条のテーゼを撤回しなれば、破門すると警告したが、ルターはこれを拒絶。1520年12月に会直と、教会文書をビッテンベルク市民の面前で焼いた。 これを受けて1521年にルターは破門され、ここでルターはカトリックと完全に絶縁し、新しい派を立てることとなった。1521年4月、皇帝カール5世はルターをボルムス帝国議会への召喚を行ったが、ルターはここでも自説の撤回を拒否し、両派の分裂は決定的なものとなった。この時、我ここに立つといったことで有名である。こことは、 聖書のことで、あくまで聖書中心主義だという姿勢を揺るがなかった。同年5月25日に発布されたボルムス直令は、ルターを法律の保護の外に置くこと、帝国追放に処し、法の保護がいつまり何されても守られるものがない状況に陥ったが、ルターは、ザクセン選帝公、フリードリヒ三世にかくまわれ、バルトブルク城で1年余りを過ごすことになる。ここでルターは、 新約聖書のドイツ語訳を完成させ、このルター聖書は後のドイツ語の発達に大きな影響を与えたとされるほど広く読まれることとなった。騎士戦争1522年は騎士のフランツフォン実禁言によって導かれた多くのプロテスタントと人文主義者のライン川カ流ドイツの騎士によるローマカトリック教会と新生ローマ国皇帝に対する反乱である。 この反乱は、貧しい男爵の反逆とも呼ばれる。この反乱自体は短期間で鎮圧されたが、ドイツの欧民戦争、1524年から1526年の先駆けとなった。ルターの説は、神の前に、万人は、平等でそれが1524年には、西南ドイツのシュバーベン地方の修道院の、農民たちが、不益、効能の軽減、十分の一勢。 濃度性の廃止など12カ条の要求と結びつた。ドイツ農民戦争である。進学者であったミュンツァーの指導により反乱は中部へ拡大し、過激化していった。当初ルターは農民側に同情、指示していたが、過激になって行き逆に避難するようになった。ルターは領主に反乱の弾圧を呼びかけ、鎮圧された。ミュンツァーも処刑された。 これによりルターの改革運動の支持者層が変化する。農民中心から、反カトリック、反皇帝派の諸公、都市に変化し、ルター派都市諸公 VS 皇帝という構図が生まれた。ルターの主張は神聖ローマ帝国各地の両方君主の間に急速に広まり、ローマ教会を法ずる神聖ローマ皇帝及び急遽、カトリック派との間の対立は、急速に激化していった。 一方、東方においては、急速に拡大を続ける、オスマン帝国が五百二十六年のモハワチの戦いにおいて、ハンガリー王国を事実上滅亡させ、さらに神聖ローマ皇帝か、ハプスブルク家の本領であるオーストリアに迫る勢いを見せていた。このため、カール五世は改革派諸行に譲歩する姿勢を見せ、五百二十六年の第一回シュパイアー帝国議会において、 1521年のボルムス帝国議会におけるルター派禁止を一時とする決定が下された。このため、改革派諸公はこれを機に、領内の教会をルター派に完全に統一するよう動き、この時期に各両方のルター派化が急速に進んだ。しかしこうした状況を危惧した、急遽派諸公は1529年の第二回、シュパイアー帝国議会において、 ボルムス勅令を復活させ、ルター派を再び禁止する決定を下した。この決定に対し新教派諸公は抗議、プロテストを行い、これが新教を指すプロテスタントという語の語源となった。1530年にはカール五世はアウクスブルクで帝国議会を開き、再度事態の収拾を図った。プロテスタントはフィリップ・メランヒトンの寄贈したアウクスブルク、 信仰告白を提出し、急極派と妥協を図ろうとしたが果たせず、信教禁止はそのままとなった。これに不満を持ったプロテスタント諸侯は、1531年にシュマルカルデン同盟を結び、皇帝派との対決姿勢を鮮明にした。これに対し皇帝は1532年にニュルンベルク急戦を結んで一時急戦としたが、1544年に皇帝が、 フランス王フランスは一世を破り国内に目を向けられるようになるとカトリックを支持する神聖ローマ皇帝とルター派の諸皇の間の対立は深まり1546年にはシュマルカルデン戦争が勃発した1547年にミュールベルクの戦いでカール五世が勝利するとカトリン優位のアウクスブルクカリ新条協定が締結されたが1552年には 両派の平和共存を謳ったパスサウ条約が成立し、最終的に1555年にアウクスブルクの和議が結ばれ、諸公はカトリックと新教、ルター派を選択する権利が認められたことで一旦、この戦争は終結を見た。しかしこの和議においてはカルバン派の信仰が認められず、またあくまで両方や都市の選択権が認められただけで個人の信仰の 自由は認められなかった。このことで、両派間の対立は深い過婚を残し、1618年に三十年戦争が勃発することとなった。ドイツに次いで宗教改革の火の手が上がったのはスイスである。ツビングリはルターの95過剰の論題を受け、1519年に食友上販売の批判を行い、やがて1523年に、 修理必修で宗教改革をなさせた。これをきっかけに、周辺諸州のいくつかが宗教改革を受け入れたが、カトリックに残る州も存在し、スイス制約同盟は宗教的に二分される形となった。また、ツビングリの改革は人文主義の影響をオルターよりも色濃く受けたものであり、やがて両者の理論は乖離していった。この両派を統合するために1 5 2 9年に、 マールブルクでルターとツビングリは会談を行い、多くの点で一致したものの生産論で一致することができず、最終的に両派は他元を分かち、これによりルター派とツビングリ派、後のカルワン派の分離は決定的なものとった。スイスにおいては両派間の対立が決定的なものとなり、1529年には第一次カッペル戦争が勃発し、 さらに1531年にはが勃発した。この第二次カッペル戦争においてツビングリは戦死し、改革派は敗北したものの、同年結ばれた第二次カッペルは役においては、各方がカトリックルター派、ツビングリ派の信仰をそれぞれ選で切ることが謳われた。カルバンはすでにによって、 宗教改革が始まっていたジュネーブに立ち寄った際に壊れて止まりそこで活動するようになった。ルターの宗教改革が信仰の改革に徹していたのに対し、カルバンは礼拝様式と教会制度の改革に着手した。礼拝式文を整え、ジュネーブ支変化を採用し、信仰告白、カテキズム、教会規則を整備し、教師職の他に、 彼らの理解によれば初代教会以来の信徒の職務である長老職と執事職を回復し長老制の基礎を作った。またカルバンは生産を重んじ毎回の礼拝でこれを取り行おうとしたがそれは首都局の反対により実現しなかった。1549年にはチューリヒの宗教指導者でツビングリの後継者だったハインヒ・ブリンガート・カルバン及びファレルが会談し 競技場の一致を見て両派は統合され、カルバン派、またはカルバンツビングリュ派となった。イングランドでは、ヘンリー・パッセイの離婚問題が改革の直接原因で政治的、経済的な動機も強い。推進者としてトマス・クロムウェルが知られる。ヘンリー・パッセイは、教皇権と分離したイギリス国教会、アングロ・カトリックを設立し、新たに教会組織を作ろうと図った。 これに反対した大法官トマス・モアは処刑された。後、ヘンリー・パッセイはローマ・カトリックの修道院を多数廃止し、その財産を没収して国庫へと入れた。ヘンリー・パッセイの後を継いだエドワード六世は1552年にノックスの影響を受けたカルバン主義的な42箇条に署名し、エドワード六世の時代にプロテスタントの宗教改革が進められたが、 メアリー一世は、ローマ教皇を中心とするカトリック教会を復活して、プロテスタントを取り締まり、約300人を処刑したため、ブラッティ・マリー、血まみれ、マリーと呼ばれた。これは、ローマ教皇を中心とするカトリック教会の考えによれば、修道院解散で富を得た者たちが反発したに、過ぎないとしている。メアリー一世の後を継いだ、エリザベス一世は再び、 イングランド国境界を国境とし、イングランドにおける国境界の優位が確立した。しかし、政治的、経済的な動機が強かったイングランドの改革を不十分とみなし、さらに改革を推し進めたのが、新教徒たちであった。スコットランドの宗教改革はハミルトンをはじめとして、本格的な宗教改革が行われるようになるが、ハミルトンは、 志し半ばで1528年に処刑された。後に、ジョージ・ウィシャートも宗教改革を実践し、カルバンとツビングリの信仰をスコットランドに広めたが、彼もハミルトン同様に1546年に処刑された。その後、ウィシャートの弟子であったノックスにより、長老派教会が形成され、スコットランド教会の宗教改革が進められた。 フランスにおいても改革派協会は力を持っていった。フランスのプロテスタントは、ユグノーと呼ばれ、カルバン派の影響が強いものだった。両者の対立は深まっていき、1562年に、カトリックの中心人物であるギーズ公によって、バシーで、ユグノー虐殺事件、バシーの虐殺が起き、これをきっかけに、ユグノー戦争と呼ばれる36年にも、無断続的な内戦状態に突入した。 一時和平が結ばれたものの、1572年に、ローマカトリックによるサンバルテルミの虐殺が起こり、カトリック信徒がプロテスタントを弾圧したため、プロテスタントは、組織的には、壊滅状態になった。1598年にアンリ4世によって、発布された、なんとの直令により信仰の自由を認められることで、ユグノー戦争はようやく終結した。 この直令は1685年まで効力を持っていたが、フランス国王類14世により、同年フォンテーヌブローの直令が交付されたことで、プロテスタントは最終的に非合法化され、ユグノたちは国外へと散っていった。スウェーデンでは、カルマル同盟から離脱後の財政難による財政改革から始まった。デンマーク同様に教会を没収して、領地とし、 世俗的な問題は、王の裁判権に服することが1527年のベステロース全国民分政議会で決議された。また、ビッテンベルクで進学を学んだペーテルソン兄弟が1519年にルターに支持し、帰国後、ルター派の協議をスウェーデンに広めた。1524年にオラフ・ペーテルソンはカトリック代表と論争し、これに勝利したが、 カトリック教会からは破門された。しかし、スウェーデン王グスタフ一世は彼らを保護し宗教改革に当たらせた。ペーテルソン兄弟と同時期にドイツに留学していたマグノス兄弟の兄・ヨハンは1523年にウプサラ大司教に任じられたが改革に反対したためローマ教皇国に追放された。先にローマに派遣されていたオラウス・マグヌスと 兄・ヨハンは故国に戻れず、マグヌス兄弟はローマで没した。1527年の身分制下会の決議は、スウェーデンにおけるルター派宗教改革の開始となった。オラフ・ペーテルソンは、王の側近として、ラルス・ペーテルソンは1531年に、ウップサラ大司教に任命された。1536年には、スウェーデンの教会が福音派国教会と宣言された。これは、 後のスウェーデン国境界創設の基礎となった。スウェーデン王国、スウェーデンイコールフィンランドの東半分を形成していたフィンランドでは、1528年の王母、トゥルクニルター派の司が除外されたのを最初として始められたが、大部分はフィンランド語によって、境界改革がなされた。フィンランドの境界改革は、1554年に、 スルク主教となったミカエル・アグリコラに総じて伏ている。フィンランドは1809年にスウェーデンと分離するまでスウェーデン国教会の一部であった。スウェーデンの宗教改革は16世紀中は過渡期であったが1590年代の内戦を通じてプロテスタントが勝利し1593年にウップサラ宗教会議でアウクスブルク信仰告白を取り入れた時に ルターであったほとんどの教会はルター派の心情に参加した。当時、カトリックでスウェーデンとポーランドの国王であったジグムント3世はこれらの過程で1598年にスウェーデンから失脚し、1600年にジグムント派のカトリック教徒を粛清することによって、スウェーデンはプロテスタント国家となった。デンマークイコールノルウェーでは白爵戦争終結後、 クリスチャン三世が教会領を没収1537年には教会法を制定した。デンマークの支配下に入ったノルウェー、アイスランドでは上からの宗教改革が推し進められた。カトリック内部でも改革の必要性は認識されていたが、プロテスタント運動が引き金となり、カトリック教会ではトリエント公会議、 1545年から1563年を開催した。また、他を非難するよりまず、自ら今しめ、規律正しい宗教生活しようとイグナチオ・デロイオラやフランシスコ・ザビエルらが中心となり、1534年にイエズ・ス会が設立された。イエズ・ス会は、その後、キリスト教の大分裂を防ぐべく、欧州各国に勢力を伸ばし、 非ヨーロッパ諸国への布教活動を行った。対抗改革。ルター派は当初、プロテスタントと聖教会の合同を模索し、中便元のルター派神学者、マルティン・クルシウス、マーチン・クルーシャスとヤーコップ・アンドレー、ジェイコ・バンドリが署名した書簡を、聖教会のコンスタンディヌーポリ総主教イエレミアス2世に送った。1573年10月15日。 書簡を携えたルター派側の施設ステファン・ゲルラッフスティーブン・アーロックと総主教イエレミアス二世との最初の会見が行われ、会見の場は和やかな雰囲気に包まれた。ゲルラッフはその後すぐ、総主教の質素な服装と机、その人柄に簡単した胸を中便面に書き送り、総主教からの返答が期待できるとの報告を行った。クルシウスはこれに対して二通目の書簡を書き、 1575年1月4日には、イエレミアスが、有効的かつ慎重な返信を書いている。この間、ルター派側では、フィリップ・メランヒトンにより、アウクスブルク信興告白のギリシア語への翻訳作業が進められていた。クルシウスとアンドレイは、このギリシア語に翻訳されたアウクスブルク信興告白を総主教イエレミアス二世イのもとに送り、 上皇ごとの賛否の見解を示すよう依頼した。ちょうど総主教長制忍の開会期間中の1575年5月24日、ゲルラッハは、イエレミアス二世にギリシャ語訳された、信仰告白を渡した。イエレミアス二世及びその教会における協力者たち、主教、神学者、修道士たちは送られてきた、信仰告白につき慎重に検討を重ねた。 そして1576年5月15日、アウグスブルクの信仰告白についての見解がまとめ上げられた。この見解は中敏原において大いに歓迎されたが、イエレミアス二世は見解中において信仰の源泉たる聖書と聖伝をめぐる聖教会とルター派の見解の一致点と相違点を聖教の教えを生じ知しつつ指摘していた。 1577年6月18日に、中ゲ元からは、ルター派側による新しい教理を正当化する内容を含んだ書簡が、イエレミアス2世に対して送られた。巡回に出かけていた、イエレミアス2世の手元に届いたのは1578年3月4日。イエレミアス2世は協力者たちと共に、 有効的ではあるがはっきりと、聖伝を守るよう父親のように教え悟す返信を書きそうた。1580年6月24日、ルター派からの返信が届いた。これに対し、イエレミアス二世は聖伝のみならず、精神、精霊の発出、フィリオ系問題や、自由意志に関する問題においても、ルター派と聖教の間で、一致点が見出せないと判断して論爆。 これで、ルター派と聖教会の間に行われた、この書簡のやり取りは終わった。ルター派と聖教会が上絶のように書簡のやり取りを行っていることは、ローマ教皇庁も把握していた。教皇庁は、聖教会とルター派が合同することを恐れ、注視していた。聖教会に対するカトリック教会の影響力を拡大することを狙い、 教皇グレゴリウス十三世は、コンスタンティヌーポリ総主教長に施設団を送り、グレゴリオ歴を導入するよう呼びかけたが、イエレミアス二世はこれを拒否。以降、現代に至るまで聖教会は、グレゴリオ歴を、ごく一部を除き使用していない。修正ユリウス歴が二十世紀に入って、少なくない一部の聖教会に導入されたが、これも、厳密には、グレゴリオ歴ではない。 16世紀末から17世紀にかけて、正教会は、宗教改革、及び、対抗宗教改革の両方から深い影響を、こむった。プロテスタントの影響を受けたと評される、総主教として、キリロスルカリス、カトリック教会の影響を受けたと評される主教として、ペトロモヒーラが挙げられる。正教信仰に対する西法教会からの影響に、対し、 1672年、エルサレム総主教ドシセオス2世の主導で、エルサレム公会が開かれ、宗教改革で、プロテスタントから示された教理につき、討議が行われた。その結果、聖書のみ、予定説、象徴説、教材説、聖書聖典の範囲といった、プロテスタントの主張のほとんどが否定された。この公開において、正教会は、プロテスタントとの教理の違いのみならず、 カトリック教会とも違いがあることを示した。2017年は宗教改革の500周年の年であり、欧州各地で関連するイベントが開催される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。